60年前、大十代天皇崇神天皇の勅命によって、当時の都、四季水垣の宮って今の桜井市の金谷、ちょうど大宮神社の南側になるんですけど、そこに都があった時に、その都を中心に北側に柘植三国と、東に歌三国と、南に吉野三国と、西に葛城三国という4つの水の神さんをお祭りして、都がまた人々がその水に恵まれるようにというので祀ったのが起源と言われております。で、現代の建物ですけれども、元老2年と言われてますんで、今から約700年前、1320年、ちょっと時代で言いましたら鎌倉時代の末期ぐらいになるんですけど、その頃に建てられたのが第3殿の棟木から、大正10年の解体修理の時に確認されております。で、今の形になったのは永禄元年と言われてますんで、1558年、ちょうど室町時代になるんですけど、一軒積み木春日殿造り、一軒社積み木春日殿造りとして、その春日殿の最初の形として昭和29年に国宝に指定され、この3殿が国宝に指定されております。奈良県内大変国宝ございますねけども、神社建築としたら奈良春日大社と、それから天理磯の神神宮と、それとこの三国神社の3社だけが本殿の国宝に指定されている状況なんです。で、御祭神の方は早秋津彦の御事、真ん中の方に男の神さんがお祭りされています。で、両脇が雨の御国の神と国の御国の神、それぞれそれ、子供だと言われているんです。百選に選ばれておりまして、第33代推古天皇がその宇田へ薬狩りに来た時に身を清めた井戸とされているんです。で、夏の日照りが続いて、その人々の井戸が枯れることがあっても、この水だけはその枯れることなく脈々と今も湧き出ているような状況なんです。